9月21日、川崎市中原区にある多摩川河川敷の丸子橋リバーサイドジャンボリーで、夜空にランタンを打ち上げるイベントが開催されました。今年から約3年間ほどこの多摩川の河川敷をにぎわい創出事業というのをやっておりまして、私が結構河川敷の夜っていうのがあんまりいいイメージがなく怖かったりとか、なんかそういうのを払拭したいなと思った時に、都心ではできないランタンっていうのもミスマッチでまた面白いんで開催するようになりました。環境と安全性に配慮して火の代わりに LED ライトを使用した E ランタン、ヘリウムガスで膨らませた風船に和紙の傘をかぶせて飛ばされないよう糸と重りをつけたら完成です。こちらです。皆さんがですね、そのランタン紙の部分にマジックなのでメッセージですとかイラストかけますので、それ楽しんでいただいて、世界で一つだけのランタンをご家族や友人や恋人さんなどに作成いただいて、それを数多く打ち上げて綺麗な景色を写真または動画で撮るというのが醍醐味だと思ってます。打ち上げと同時に会場からは歓声が上がり、願い事が書かれたランタンが夜空に浮かぶ幻想的な場面が見られました。楽しかったです。キラキラで綺麗でした。雨降ってきてやるか不安だったんですけど、できてよかったです。あと綺麗でした。